インド太平洋自由で開かれたインド太平洋戦略は2016年8月に時の内閣総理大臣安倍晋三が提唱した日本政府の外交方針。英訳はフリーオープンイングゥパシフィックストラテジー。外交用語としてのインド太平洋は2007年に第90代内閣総理大臣だった本人が最初に用いた。日本の構想は 中華人民共和国の経済的対等を意識して、インド洋と太平洋をつなぎ、アフリカとアジアをつなぐことで、国際社会の安定と繁栄の実現を目指す。構想実現の三本柱として、法の支配、高校の自由、自由貿易等の普及、定着経済的繁栄の追求平和と安定の確保8月22日に、インド国会で行った二つの海の交わりという、 演説で日英戦略的グローバルパートナーシップがこの構想のようをなすと述べた。2016年8月のアフリカ開発会議で安倍は自由で開かれたインド太平洋戦略を提唱した。日本国は四面関会の海洋国家かつ世界有数の経済大国であるが、鉱物資源に乏しく、また食料自給率も低いため、 海外依存度が極端に高い物資が存在している。資本主義、自由主義陣営の一角として、ソビエト連邦や朝鮮半島、中華人民共和国と近接しつつ、多数の在日米軍基地、施設を有することから、その工業力、経済力も相まって戦略的価値も高い。インドは1947年8月、大英帝国から独立し、 さらに1950年に共和制に移行したが英連邦に残留した。インドは広大な面積と世界第二位の人口を有する。1991年に就任した奈良新原を首相の下で社会主義的政策から自由主義的政策に大きく転換した。特に2000年代以降はブリックスの一角としてその将来の発展に大きく期待が寄せられるように、 なった。2007年8月22日、第90代内閣総理大臣だった安倍晋三は、インド共和国を訪問し、同国国会で、二つの海の交わりと題し、次のような演説を行った。題名の、二つの海は、インド洋と太平洋を指す。太平洋とインド洋は、今や、自由の海、繁栄の海として、一つのダイナミックな結合をもたらしています。 従来の地理的境界を突き破る拡大アジアが明瞭な形を表しつつあります。これを広々と開き、どこまでも透明な海として豊かに育てていく力と、そして責任が私たち両国にはあるのです。このパートナーシップは自由と民主主義、基本的人権の尊重といった基本的価値と戦略的利益等を共有する結合です。 日本外交は今、ユーラシア大陸の外縁に沿って、自由と繁栄の子と呼べる一縁ができるよう、随所でいろいろな構想を進めています。日本とインドの戦略的、グローバル、パートナーシップとは、まさしくそのような営みにおいて、用をなすものです。日本とインドが結びつくことによって、拡大アジアは、米国や豪州を巻き込み、 太平洋全域にまで及ぶ広大なネットワークへと成長するでしょう。開かれて透明な人と物、資本と知恵が自在に行き来するネットワークです。ここに自由を、繁栄を追い求めていくことこそは我々、領民主主義国家が担うべき大切な役割だとは言えないでしょうか。また共に海洋国家であるインドと日本はシーレーンの安全に死活的利益を託す国です。 ここで、シーレーンとは、世界経済にとって、最も重要な、海上輸送路のことであるのは言うまでもありません。志を同じくする諸国と力を合わせつつ、これの保全という、私たちに課せられた重責を、これからは共に担っていこうではありませんか。今後安全保障分野で日本とインドが一緒に、何をなすべきか、両国の外交、防衛当局者は共に寄り合って考えるべきでしょう。 私はそのことを、マンモファン新首相に提案したいと思っています。中華人民共和国九百七十八年の改革開放政策は、九百八十九年の天安門事件により停滞したが、鄧小平、江沢民政権下で、さらなる経済発展を遂げ、ブリックスの一角に数えられるに至った。二0 1年に、国内総生産で日本を抜き、以来世界、 第2位となった。一方軍事拡大も推進し、その軍事予算は増大の一歩をたどっている。2012年9月に就航した空母、両寧は太平洋への進出も行い、同国の海空域における活動を拡大、活発化を象徴している。日本とは尖閣諸島問題で対立し、また南シナ海でも各国と領土、権益問題で対立している。 2013年以降、広域経済圏構想である一帯一路を掲げ、回路及び陸路での経済的影響力を進展しようと試みている。安倍は2017年6月にインフラへのアクセスが開放されていること、透明かつ公正な調達方式、返済可能な債務と財政の健全性が保たれることなどの条件をつけて、中国の一帯一路構想に対して、 支持を表明し、一帯一路構想は環太平洋の自由で公正な経済圏に融合していくとし、自由で開かれたインド太平洋構想と一帯一路構想との連携について述べた。台湾国境内戦の結果、敗北した中国国民党は本拠地を台湾に移した。百四十九年のコネガシラ戦役で国民党側が勝利し、中華人民共和国は、 台湾党の脱手と全中国の統一の機会を一した。その後、中華民国では、経済発展と離党期による民主化推進により、台湾、台湾人としてのアイデンティティが決定的に根付いた。元来、中華人民共和国と中華民国は共に中国大陸に広大な領土を有することを主張していた。そのため、中華人民共和国にとっても、台湾は、 革新的利益の一つである。実際、1996年に中華民国で初の直接選挙による総統選挙が行われた際には中華人民共和国側がミサイル演習を行っている。2016年に総統に就任した蔡英文は92教式を明確に否定し、また、米大統領との電話会談の公表など米国との関係強化をアピールし、 中大関係は緊張しつつある。日本は第一次安倍政権以来7年連続で総理大臣が交代した。この間2010年に防衛計画の大綱を閣議決定した。第二次安倍政権下の2013年12月17日に国家安全保障戦略と防衛計画の大綱を閣議決定し、さらに2018年に防衛計画の大綱を再度。 国家安全保障戦略では、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しているパワーバランスの変化の担い手は、中国、インド等の新興国という現状認識のもと、日本の国益の確保のために、アジア太平洋地域における自由貿易体制の強化、自由、民主主義、基本的人権の尊重、 法の支配といった普遍的価値やルールに基づく国際秩序を維持、擁護することを掲げている。その上で、日本が取るべき戦略的アプローチの一つとして安定した国際環境創出のための外交の強化や海洋安全保障の確保を挙げている。後者ではさらにペルシャ湾からインド洋南シナ海を経て日本近海に至るシーレーンに言及している。第二次。 安倍内閣の外交方針でも従来のアジア、太平洋地域とインド洋を結びつけ、アフリカにまで達する地域への外交、安全保障上の関与を強化するとした。安倍は、首相就任翌日の2012年12月27日に発表した英文論文、アジア S デモクラティックセキュリティダイヤモンドにおいて、中国の南シナ海での挑戦により、太平洋とインド洋にわたる、 高校の自由が脅かされつつあるが、日本とハワイ、オーストラリア、インドを結ぶダイヤモンド型の集団安全保障として、セキュリティダイヤモンド構想を提唱した。2013年1月18日に、ジャカルタで予定されていた、開かれた海の恵み、日本外交の新たなご原則演説では次のように述べる予定だった。我が日本は、まさしくこの目的を達するため、 20世紀の後半から今日まで一貫して2つのことに力を注いでまいりました。2つのうち1つは米国との同盟です。世界最大の海洋勢力であり、経済大国である米国とアジア最大の海洋民主主義であって自由資本主義国として米国に次ぐ経済を要する日本とはパートナーを成すのが理の当然であります。今、米国自身がインド洋から 太平洋へかけ二つの海が交わるところ、まさしく我々が今立つ、この場所へ重心を移しつつあるとき、日米同盟はかつてにも増して重要な意義を帯びてまいります。私は二つの対応を穏やかなる結合として、世の人すべてに幸いをもたらす場となすために、今こそ日米同盟に一層の力と役割を与えなくてはならない。そのため我が国として、 これまで以上の努力と新たな工夫、総を注がねばならないと考えています。これからは日米同盟に安全と繁栄を共に担保する二つの海にまだがるネットワークとしての広がりを与えなくてはなりません。米国が持つ同盟、パートナー諸国と日本との結び合いは我が国にとってかつてない大切さを帯びることになります。同年2月23日の ワシントン戦略国際問題研究所での演説で、安倍はインド太平洋という語を明確に用いた。2月28日の施政方針演説では非、米合院の4カ国に、アセアン諸国などの海洋アジア諸国との連携を深めていくと述べた2016年8月27日、第6回アフリカ開発会議に内閣総理大臣、安倍晋三は共同議長として参加した。 開会セッションの基調演説で、安倍首相は次のように述べ、自由で開かれたインド太平洋戦略を対外発表した。アジアの海とインド洋を越え、ナイロビンに来ると、アジアとアフリカをつなぐのは、海の道だとよくわかります。世界に安定、繁栄を与えるのは、自由で開かれた二つの対応二つの大陸の結合が生む、偉大な躍動に他なりません。日本は、 太平洋とインド洋、アジアとアフリカの交わりを、力ややつと無縁で、自由と法の支配、市場経済を重んじる場として育て、豊かにする責任を担います。両大陸をつなぐ海を、平和なルールの支配する海とするため、アフリカの皆様と一緒に働きたい。それが、日本の願いです。2018年1月22日、第196回国会。 河野太郎外務大臣は、所信表明演説において、重点分野の一つである、自由で開かれたインド太平洋戦略の推進に、以下の三つの考えが中心にあると述べた。法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序は、国際社会の安定と繁栄の礎です。特に、アジア太平洋から、インド洋を経て、中東、 アフリカに至るインド太平洋地域は世界人口の半数以上を要する世界の活力の中核です。インド太平洋地域の自由で開かれた海洋秩序を国際公共財として維持・強化することはこの地域のいずれの国にも分け隔てなく安定と繁栄をもたらすはずです。私自身も多くの機会に関係国の外相に直接この戦略を説明し、 賛同を得ました。この戦略を具体的に推進するため、第一に、高校の自由、法の支配等の普及、定着。第二に、国際スタンダードにのっとった質の高い、インフラ整備などによる、連結性の向上等を通じた経済的繁栄の追求。第三に、海上法執行能力の構築支援等による、平和と安定の確保。この三つを柱として進めていきます。 ありがとうございます。